京都大学2023年の物理の波動に関する入試問題の続き、その2です。次に図4のように偏光板 A の角度は0、偏光板 B の角度を2分の π に固定し、その間に偏光板を n-1 括弧 n は2以上の整数前設置した。偏光板 A に近いものから順に偏光板 K、 K が1から n-1 と呼び、偏光板 K の角度を θK イクール n 分の K かけ2分の π に設定する。波長ラムダ1の光を入射した時の光検出器の信号強度 I は A かけ I0 であり、 n イクール3の時には O かけ I0 となる。さらに n が1より十分大きい場合について考えてみよう。絶対値 θ が1より十分小さい、絶対値 C が1より十分小さい時、 sinθ は約 θ と近似でき、また A を定数として n 次乗分の絶対値 A が1より十分小さい時、括弧1プラス n 二乗分の A 括弧 n 乗は約1プラス n 分の A と近似できることを用いると、 A かけ I0 は括弧1マイナスかかけ n 分の1かけ I0 と近似できる。このことから n が無限大の極限での光検出器の信号強度 I は I0 に前近することがわかる。この結果より、光強度を減衰させずに偏光の方向を角度2分の π だけ回転させることが、原理的には偏光板のみを用いて可能であるという興味深い結論が得られる。2の A の問題です。偏光板 A に近いものから順に偏光板 K、 K が1から 2n-1 と呼び、偏光板 K の角度を θK イコール n 分の K かけ2分の π に設定する。この時の光検出器の信号強度 I は A かけ I0 であるという問題です。偏光板 A がこれですね、0の角度です。次は2、ここに N 前 B を入れて N 前ですね。ですから、その2分の π を n 等分したわけですね。ですから、2分の π を n 等分したもの、それでここからここからここは、まあ、2n 分の π、ここからここも 2n、 これからこれ引いたら 2n 分の π ですね。 2n 分の π、 2n 分の π ずつこう順々に、こう n 前並べてちょうど2分の π になるわけですね。ですからこの一つの角度は 2n 分の π となります。全てで最初の1番目ですね、 K が1の時は、その信号強度はこの振幅はどうかというと、電波の振幅は E0 ですね。最初はこれのこの成分です、ここですから、もう今までやってきたところですから E0 のコサイン 2A 分の π となります。で今度はこれでもって、今度次のここですね。ですからこの K が2の時はこの E0 コサイン 2A 分の π のさらにコサイン 2A 分の π でコサイン G 乗2n の π になります。 K が3の時を同様にして、これからコサイン次乗 2n の π の 2n の π ですから、さらに3乗になるんですね。 ですから n 前目の時 B のと足した時は L は K が n ですから、ここが K が2の時に K が3の時3ですから、 K が n の時は n 乗になるわけですね。まあ、コサイン 2n 分の π の n 乗ということになります。ですからで、信号強度というものはその振幅の2乗に比例するというんですから、これを事象したものですね。ですからこの B に達した時の信号強度は何かというと E0 事乗コサインのこの 2N 乗になります。 2N 場合これちょっとこれで紛らわしいですから、まあ、E0 事乗は I0 になりますが、これをかけ直すとコサインの 2N 分の π の 2N 乗、あるいはここを2にして N 乗にしてもいいですが、まあこう結局こうなるんですね。ここ A はつまりこれが答えになります。O の問題です。 N が3の時は O かけ I0 となるわけですね。ですから前問のこの I0 ですね、 I つまり N が N 前目の、まあ、B の時は N 前目ですから、まあ IB というものは B の通った後の強度はどうかというと、まあ、N 前目の K が N という時ですから、まあこういう関係式で、前後の結果は I0 かけコサイン 2N 乗分の 2N 分の π の 2N 乗です。だから N を3で I にすればいいわけですね。ここへ
N が3を代入して6分の π ですから2分のルート3になります。で、ここ3 ですから6乗になるわけですね。3は3の2分の1乗ですから3の3乗これ2の6乗ですね。2の6乗は 2×2×2 が8ですから 8×8 で64、64分の27になりますね。ですから64分の27となります。次は可の問題です。 n 二乗分のデータ値が1より十分小さいとき、この1プラス n の1乗分の a が約1プラス n、 これが n がこう来て n 分の a と近似できるわけですね。もう一つは、まあ、3シータは約シータ、シータが十分小さいときは3シータはシータラジャンだということもありますけれども、この全問の結果ですね、この a かけ i0 はこういう式となるということですね。ここを求めなさいという問題です。で、この a×i0 は全問の結果ですね。これになりました。 i0×cos(2n)π(2n)乗で、ここで n 乗になっていますから、これ書き直してここを次乗にしてここを n 乗にしてしました。で、これですね、この1マイナスということですから、 cos(2n)π というものは 1−sin(2n)π ですね。ですからこれはこれの 2n 乗になります。で、ここで 2n 分の π、 n は十分大きいですから、これは十分、3n 分の 2n の π というのは小さいですから 2n 分の π ラジャンになりますね。これ約近似できますから、それの2乗ですから、2乗ですから、これは約 1−2n 分の π の2乗になります。で、これの n 乗ですね。で、これはまあここで言うと、ここ n 次乗という形ですから、まあ、これも小さいですが 4n 次乗分の π 次乗になりますが、これも十分大きいですから、これはほぼ1より十分小さいとなりますね。ですから、これを使うわけです。 n これですから、 1−のこの n 倍になって、これが n がこう来て 4n 分の π 次乗になります。ですから、これはこうですね、これは結局こうなるわけですね。ですから、ここの1式は 1−4n 分の π 乗の a0 になります。ですから、ここは n 分の1になりますから、n 分の1だったら4分の π 乗が可ですね。4分の π 乗が可になります。ここで n が十分大きいときは、まあ、こういう近似式ができたわけですけれども、もしも n が無限大、ここに無限に近い枚数の変更番を置くと、これがまあ0になるわけですね。n が無限大になると、これ、0になりますから、1×i0 で、ここでの光原子式ではほぼ最初の強度の光がここで検出されるというわけですね。 IB は i0 だということになります。変更番を無限に置くことによって、変更を2分の π ほどずらすことができるというわけです。逆に言えば、たったのその他 A と B だけであったらば真っ暗になるわけですけれども、ここに変更板を無限に置くと、強度を減衰させずに2分の π だけ変更させることができるという、こういう不思議なことも生じるわけですね。不思議というよりも、まあ、理にかなったことですけれども、こう順によって順にこう固めていきますから、このようにして、これが無限に角度が非常に小さくなると、ほぼ減衰せずに、ここに B に到達するということが言えるわけです。